アンドレアス・グリューフィウスは、バロック家を代表するドイツの詩人、劇作家。30年戦争を背景として、無情感、遠征感に基づいた作品を残した。アンドレアス・グリューフィウスは1616 16年10月2日、シュレジエンのグローガングログオで、女妻長の抜師として生まれた。父を1621年に亡くすと、翌年母は再婚したがその母も1628年に亡くなったので、 それ以後、グリューフュースは、ケーフとママ母の下で過ごした。グローガウにも30年戦争の戦果が及び、1632年、グリューフュースとその家族は、比較的治安の保たれていた、フラウシュタットに転居する。1634年から1636年まで、彼は、ダンツヒの学術ギムナジウムに学び、その後順釈し、ゲオルクシェーンボルンの家で、家庭教師を務めている。 1638年から約6年間彼は、オランダのライデン大学に学び、1644年、被護者、シェーン・ボルンの二人の息子が、その頃の両家の指定の監修に従って、教養を積むための遍歴旅行に出ると、グリューフュースもそれに従って、ハーグ、パリ、マルセイユ、フィレンツェ、ローマ、ベネツヤなどに遊んだ。その後1647年にフラウシュタットに、 帰るまで、シュトラースブルク大学でも学んだ。彼はこの期間に教養を積み、法学、医学、地理学などを学んだほか、ギリシャ語やラテン語、ヘブライ語などの古典語やフランス語など、10以上の言語を習得したと言われる。1649年1月12日グリューフィウスは、フラウシュタットで、ロジーナ・ドイッチュレンダーと結婚し、後に4人の息子と3人の娘を設けている。 長男のクリスティアンは成長してから、父の作品を編集して出版している。1650年から、グリューフィースは、グロガウで、両方盗賊のための法律顧問として働いた。1662年、ザクセンバイマールコービルヘルム4世は、グリューフィースを、当時流行していた、国語浄化協会の一つ、結実結社のメンバーに迎えた。経にある、会員名簿には、 会員番号778番として彼の名前が記されている。グリューフィウスがここで名乗った会員名は不滅の人、そのモットーは見えない力のおかげだった。彼の紋章もこの言葉にちなんで両手を頭上に掲げて祈る人の図案になっている。ローデシャゴディクタグリューフィウスは30年戦争を背景としたドイツにおけるモラルの後輩とそれへの嘆きを常に 彼の悲劇と死のテーマとしていた。その底にあるのは現世への絶望と無情感、そして死後にのみ平安を見出そうとする遠征的な人生観である。これはバロック時代を通じて一般的な時代精神であり、ラテン語ではバニタスと呼ばれている。1637年グルーフィウスは最初のソネット詩集、リッサーソネット』を発表しているが、すでにこの詩集においてすべては 巨栄と題する詩があり、全体的にバニタスの雰囲気に満ちている。1639年に発表した日曜祭日ソネット集は、昇華とケーク集も含んでいるが、マルティン・ウォーピッツの表したドイツ最初の文学理論書、ドイツ史学の書で規則化されたアレクサンドリーナー詩系からも強い影響を受けている。最も有名な祖国の涙1638年でグリューフュースは、 戦争によって失われたのは財産ばかりではなく、本当に損なわれたのは人々の心であると嘆いているが、このような嘆きとともに発せられる反戦的メッセージは、現代においても強い影響を保ち続けている。劇作家としてグリューフィウスはバロック時代のドイツ語による芸術演劇の基礎を築き、それはシュレジエン芸術劇と呼ばれている。彼の手になる悲劇としてドイツ演劇に、 大きな影響を与えたのが、レオ・アルメニウス、または、君主の死、1647から1648年、であり、この殉教と暴君の死を題材にした悲劇は、その後規範となる語幕構成と場の転換を持つことや、古代ギリシャ演劇に倣って、ストーリーをアレゴリー化したりまとめたりする内容のコーラスを持っていることに、大きな形式的特徴がある。彼の悲劇にはこの他に、 カタリナ・フォン・ネオルギーン、または守られた誠実、暗殺された王、またはカロロス・ストゥアルドゥス、高潔な学者、または死にゆくエミリウス・パウルス・ポピニアヌスなどがあるが、今日ではほとんど上演されない。架空の朗読会を描いた、ギュンター・グラスの小説、テルクテの出会いの中には、まだ医学生のグリューフィウスが、テルクテにやってきて、レオ・アルメニウスを朗読するが、 長すぎて聴衆が居眠りしてしまう場面がある。またグリューフィウスは、喜劇も書いており、イタリアの即興劇に影響を受けた、風刺劇、ホリビリクリブリファックストイッチュ愛人選び、1647から1650年がある。長老劇と言われる有名な喜劇、不条理喜劇、または、ペーター・ゼック・ベンツも、彼の作と思われるが確実ではない。ありがとうございます。